よし、じゃあ前回の続きからやっていこうか。まあこの町にたどり着いて、この右上でちょっと遊んだりして、まあこれで一通り見終わったって感じかな。うん、レースもやったし、あとちょっと気になるってのは、この家の右側、ここに入れないことかな。うん、鍵がかかっている。これ裏とかなんかないかな。裏側からなんか入れたりないか。なんかありそうな感じはするよね。後ろ調べたらなんかないのかな。ないか。これは何なんだろうね。うん、似たようなデザインがあるけど、こっちは、あれ、ここは気づかなかったな。なんだなんだなんだ、俺の仕事だ。はあ、これ訓練用のやつだよね。ここはなんかお魚みたいな家だけど、トントントン、留守のようだ。はあ、これちょっと気づいてよかったね。探索を見逃すとこだったわ。で、左は、関係なくて、じゃあ右に行こうか。うん、看板もね、確かこの前読んだけど、まあ、農場とホットランド。うん、まあこっちに行くとホットランドがある感じかな。また道が分かれてるね。ボックスを使う？はい。なんか洋服を変えた方がいい感じなんだけど、どうしようか。とりあえずこれ1個しまっとくか。洋服でも変えなくていいかな。なんかもう一難去った気もするしね。うわ、なんだこれ。いらっしゃい、いいガラクタを売ってるぞ。突然なんかお店になったね。まずお話ししようか。あなたについてちょっといろいろ聞けるけど、まあ、流し読みしつつ、長いこといると、もう随分な、長生きはいいぞっつってね。まあ、歴史を学んでるみたいだな。見た目通り学者っぽいな。これが何か、あれはな、デルタルーンかなというてな、王国の紋章なのだよ。そう、王国、あ、左になんかよく見るとなんかナスカの地上絵みたいな、絵があるね。モンスターのな。ははは、いい名前じゃとは思わんかね。モフーサ王とは古い仲でな、あやつは名付けのセンスがまるでないのだよ。言ってたね。あれ、ニューってなってるけど、何これ、黄色くなったぞ。あの紋章は歴史が書き起こされるよりずっと前からあったものじゃ。はあ、ははあ、時を経て本来の由来は失われてしまった。四角、下の三角が、モンスターを象徴。はあ、なんか3つあるよね。上下上みたいな感じで、上の羽の生えた円、それ以外の何かじゃな。雑だな。ほとんどのやつらはこれを天使と呼んでおるぞ。予言から取ったのだろう。で、その予言について聞けるね。予言じゃ。伝説によれば、地上を見た天使が降りてきて人々に解放をもたらすとされておるの。はあ、俺のことかな。降りてきてっていうよりは落ちてきてって感じだけど、まあ予言があるんだね。最近は先行きの悪さにおじけた連中がこの羽のついた円を死の天使などと呼んでる。破滅の予兆。なるほどなるほど、予言があるんだな。そっかそっか。これでまあ一通り消えた感じかな。王様について、モフーサ王、モフーサ王っていうの、突然なんか日本語の名前だね。あいつはフレンドリーないいやつじゃ。ずっと歩いていけばいつか会えるじゃろう。あやつはおしゃべりが大好きなんじゃ。なぜドリーマをモフーサ王と呼んでるかって、はあ、深い事情があるって思い出せんわい。お前さんが戻ってきたらその頃には思い出してるかもしれんな。なんかこのゲームね、来た道を戻るとちょっと変わってたりするんだよね。録画テストを踏まえてね、ちょっと来た道戻ったりするとなんかね、キャラクターが増えてたり会話が違かったりみたいな。まあそれはちょっと見せれるかわかんないんだけど、案内について、ここらのご当地ヒーローじゃな。そんな立ち位置なの。強い信念と決意を胸にたった一人で王国騎士団のトップに上り詰めた。はあ、なんかこのゲームの中ではすごいキャラが固まってるよね、見た目通りというか。なるほど。
なんか尋ねられたみたいだね、俺を見てないかって。かくまってかな、買い物をしたらかくまってやってもいいそう。ジジイ無償でかくまえや。これで一通り見れた感じかな。じゃあ買い物をしてみるか。多分売るは使えないよね。じゃあ買い物、なんかいろいろ売ってるね。18回引くカニにそっくりだクラブアップル、そしてこれは海茶、ちょっと読み方違うかもしれないけど、10回引くスピードが上がるってよ。ハートの移動速度が上がる感じかな。曇ったメガネ、これはマイナス5ディフェンス、無敵時間が上昇する。これはどういうことだろう。つけたらプラマイゼロってことで効果がつく。無敵時間が増加ってなんかあれかな、どういうことだろう。ヒットした時に点滅してるあれかな、ちょっとニュアンスがっていうか伝わってないけど、これもなんかあるね。アタックが下がる代わりに無敵時間が上昇。そっかそっか。でもこれさ、冷静に考えると、俺武器で攻撃することってほぼないから、武器はこれに変えちゃった方がお得じゃない、攻撃力なんていらないもんね。で防具はちょっと残しておきたいから、じゃあこの破れたノートを、装備するか、買う、あとはどうしようか、まあお試しでこれ買っとくか。スピードが上がる、まあこんなもんかな。売る。わしのガラクタをどかそうと手を焼いておるのじゃ、これ以上増やせんわい。売りたいなら、なんかティミーかなの村へ行くといいぞ。どこにあるか思い出せん。で村は左のことだよね。こっちにあるのがさっきの村のことだよな。売れるような要素はなかったけどね。もしかしたらしばらく経つと売れるようになるのかな。まあいいや、とりあえず装備品を変えようか。ここで、破れたノート、詳細はそういえば見てないっけ。判読しがたい殴り書きがされている。無敵時間が6フレームかな。6フレーム微妙だな。1秒が30フレームくらいでしょ。60フレームではないわね。まあ本当に地味にというか。じゃあこれを装備だよね。破れたノートを装備って不思議だよね。まあじゃあとりあえずバレーシューズはしまっちゃうか。また二手道、まあ傾向からして下は寄り道なんじゃないかな。これは何だろうな。なんかこの形状からしてさ、途中にあったお花を使って道を作る場所になんか通じてそうだね。なんかこんなマップの構造だよな。下に水があって多分合ってる気がするな。いつか使うかも。傷つき倒され怯え切った我々は生き残るために人間に降伏した。7人の、大魔法使いが魔法の力で我々を地下世界へ封印した。誰でも結界の中へ入ってこれるが、出られるのは強いソウルを持つ者だけだ。はあ、なんか浮いてるね光が。一つだけ封印の魔法を解く方法がある、7人の人間のソウルに匹敵する、匹敵する強大な力で攻撃すれば、結界は破れるだろう。あのお花は読めないのかな。読めないか、咲いてるだけって感じか。しかし呪われたこの地には入り口も出口もない。そもそも人間がやってくる術がないのだ。入ってこれたけどね。我々は永遠に地下世界に囚われるのだろう。そっか、あれは読めないんだな。あれ、ここ道どうなってんの。あ、下に行けるのか。あ、照らされて見える。すげえ。なんかこういう演出も某ゲームで見たよな。なんかキノコがあって道が見えてくるみたいな、予言といいね。なんだろうね。うわー、なんだこいつ。めっちゃ震えてるけど。
あでもなあれこいつあれかなんかティミっていうからあれなんか俺道間違えた東ホットランドこいつの町があるみたいなことかなティミーの村みたいなのあったよねまあ、いやとりあえず調べる即手見不能可愛い人間を撫でるのが大好き逆だろ、だがあなたにはアレルギーがあるあわわわ可愛い逆でしょうわわわわわわうわちょっと待って待って待ってなんだその攻撃追ってくるあ追ってくる感じじゃないのかジョーが言ったけど、逆なんだねこいつは。でもどうしようかな。話す、力こぶ、餌をやる。どうしようか。なんか餌をやる感じの気持ちではなさそうだよな。顔めっちゃずれてってない？大丈夫？右にすごいずれてるけど。話す。こんにちは。はい、ティミーさんだよ。怖い怖い怖い。上ちょ逃げ道なくない？逃げ道ない逃げ道ない。結構追ってきたな。すごいね変幻自在というか。抱きつこうとしている。あれもう大丈夫？お話しするだけでよかったの？やった。いや裏返った。さあ先に進もうか。ここは？あれ？嘘。え？ん？下に行けるぞ。どういうこと？隠しか？ティミーがいっぱいいる。ほい、ようこそ。あ、ティミーじゃなくてテミー？テミーかな？まあ、どっちでもいいか。テミーの村へ。ほい。テミーさんだよ。そしてこっちは友達のテミーさんだよ。はい、テミーさんだよ。こっちの友達を忘れないでね。まあ、似たようなこと言ってるね。あれ、ボブ。ボブが混じってた。このイラストとか気になるんだけど調べられないな。なんかホットアイランドに行くつもりがテミの村に来ちゃったな。あなたは感じる何かを。あなたはテミーで満たされた。テミー。あ、やっぱこの街に来ちゃったんだな。あろうことか。ほい、見てってね。テミーショップ。ここで売れるのか？いや、いや、よし。見ていこう。テミーショップ。まず話しかけようか。あわわわわ。人間、すごく、かわいい。逆でしょ。テミー、卵見てる。卵飼える。テミ立派な親になる。なんかこいつお世話が好きなんだな。卵見てるね。ちょっと一つ気になるなやつがあるけど、ね、人間はテミアレルギーって聞いた。テミすごくわかる。テミもテミアレルギー。うわー痒くなってる。ちょっとグロいな。ブオイって見られている気がする。これなんだよな。うわ、キノコダンス。キノコダンス何を表すの？あ、なんか目つきが。それはお前の罪に汚れた人生だ。怖いわ。たまにぶち込んでくるよな。うわ、なんかあそこが目なんだね。よーく見ると、それは私に話しかけるなということだ。これ目じゃないんだね。鼻なんだ。鼻口なんだね。テミの像、すっごく有名。すっごく。物売れるっぽいからさ、なんかいらないものいっぱい持ってこうぜ。バレーシューズ、おもちゃのナイフ。あとはどうしようかな。そうだな。犬サラダ。ちょっとまとめて持ってきたよな。棒切れ一回しまう感じで、もういらないやつは全部持ってっちゃおう。はい、いざ。あらまあ。なんかこんな顔のキャラを見たことあるけど。おかしいだろその動きは。ようこそつってるね。話す、挨拶。ほい。あ、シンプルだね。
あ、シンプルだね。自己紹介も全部シンプルだね。深い歴史があるんだって、でも深くは聞けないんだね、うん、すごい内容がない、買う、フレーク、割引中のテミフレーク一緒じゃないのこれHP2 回復、こっちのがいいじゃん絶対ちょっとね、2回復、全部2回復、内容は変わってないね。これ 1000G、テミの学費、大学もっと、高等な教育受けたいいろいろあるんだね。ただ買う必要はないな、あ、売れるな。雪のかけら40ゴールド。シューズとかすげえ高いな、おもちゃのナイフもすごく高い。マジでここら辺だって俺もういらないよね。でも大学の学費置いとかなきゃ。いいよ。あとはいいかな。どうなっただろう。あ、でも学費ちゃんと残ってるじゃんね。よかったよかった、うん、じゃあ帰ろうか。いや、一気に600ゴールドになったぜ。やったね。これでしばらくはやっていけるな。俺宇宙食なんていつ手に入れたいついついつ、ペットの飛行しようどういうこと、じゃあセーブして、どうしようかな。いい時間だな17分くらい、じゃあとりあえず今回はここまでにしようか。ちょっと、なんか道を間違えた気もしなくもないんだけど、じゃあとりあえずここはこれぐらいで探索をおしまいにして、ホットアイランドだっけ、あれなんか東って書いてなかったかな、読み間違えたかな。まあいいや、ちょっと録画見返そう。じゃあ次回に続く。おしまい。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。パソコンから見ている人は画面に表示されている俺の顔をクリック。スマートフォンから見ている人は動画の下にあるチャンネル登録ボタンか、説明欄を開いたところにある URL からチャンネル登録をしてくれ。